日本代表は11月13日から大阪市内で北中米ワールドカップ W 杯アジア二次予選のミャンマー戦16日イコールパナスタシリア戦21日イコールサウジアラビアジッダに向けた合宿をスタート初日は13人が軽めに練習した中でミャンマー戦の中継にゲスト出演する今年8月にアイドルグループ日向坂46を卒業したサッカー通りの影山優佳さんが 見たい、スタメンを公開した。画像、影山ジャパン、影山優香がミャンマー戦で、見たい、夫人中継を担当する、アベマ、のサッカーアカウント、アベマサッカー、公式 X、旧ツイッター、で影山ジャパンを公開。423のワンの夫人で、まず GK は大迫圭介、最終ラインには舞熊明や、谷口翔吾、冨安武洋、中山優太が並んだ。今回、 DF 板倉校が負傷のため招集されておらず、冨安と谷口のコンビは森安ジャパンを牽引してくれるはずだ。ボランチには田中青と遠藤校、2列目は右に伊藤淳也、トップ下は久保武房、左サイドには今回代表復帰を果たした相馬祐希が入っている。UEFA ヨーロッパリーグ EL に出場し、過密日程の三笘薫は12日にリーグ戦をこなしたばかりで、14日に合流予定。 16日のミャンマー戦に向けては2日間しか練習できず、初日から合宿に合流した相馬には期待がかかる。最後、1トップは上田綾瀬ホームでのミャンマー戦ということもあり、複数点のゴールが必要となりそうだ。堅実な人選にファンからは、めっちゃいいスタメン、普通にありそう、影ちゃんリアル予想だね、怪我人も考慮して現実的、と称賛されていた。